で、今日なんですけれども、搾取されまくる人っているわけですよ。搾取されやすい人。そんな役回りを任させられたりとか、あとは仕事とかでもなぜか他にもね、仕事任せられる人とか、手が空いてる人いるのに自分のところばっかり来ると。はい。そうやってなんか普段から損してるなと思ってる方、実はですね、それちょっとやり方を変えるだけで、一番得するタイプの人間になれますので、今日はそんな、得するいい人、損するいい人の違いというのを解説したいと思います。これ、ペンシルベニア大学のオートンスクール、アダム・グラントさんっていう、非常に有名な方がいらっしゃいまして、この方のですね、研究をベースにしております。世の中にはですね、3つのタイプの人間がいると。一つ目のタイプが、ギバー。って言って与える人です。自分が他人からもらえるよりも多くを周りに与える人、聖人みたいですよね。素晴らしいですよね。そういう与える人とテイカーって言って、自分が与えるよりもたくさん相手から奪おうとするテイカーです。じゃあ皆さんの場合にテイカーがいたらちょっと気をつけた方がいいですよ。この人に何かしてあげても倍以上、自分がやってもらったことの倍以上持っていくことするので、あげるとね、かえって何かを与えるとかえって調子に乗るパターンがあるので、テイカーってタイプにしてくれるわけですよ。で、最後がマッチャーって言って、ギブアンドテイクのバランスの取る人です。トントンにする人です。自分が例えば10もらったから、まあ、9か10ぐらい返そうかなみたいな風にトントンにしようとする人。逆に自分が5をあげたのに3しか返ってこなかったら、なんであいつみたいな風になるって、そういうタイプの人ですね。大体の人はこれです。っていう3つのタイプがいます。多く与えるギバー、多く奪うテイカー、トントンにするマッチャーってのがいるんですよ。はい。皆さんの周りでもその考えると、この人ギバーかテイカーかマッチャーかって考えると結構面白いですよ。で、じゃあこの中で誰が一番得すると思います？まあ、パッと見考えるのは、やっぱなんだかんだテイカーが勝つんじゃねえかとか、いや、マッチャーじゃないかと。うん。綺麗事的には、いや、多く与えるギバーが成功してほしいって思いますよね。はい。これ実は答えがですね、一番得するのはギバーなんです。ところが一番損するのもギバーなんですよ。ギバーには2種類のタイプがいるってのが、彼の研究の非常に面白いポイントになってくるわけですね。得するギバーと損するギバーがいるんですよ。この違い何かっていうと、実は自己犠牲の有無なんです。得するギバーってのは、自己犠牲を、払わずに、自分も相手もウィンウィンになる。得する場合は、人に与えるんですね。例えばじゃあ自分が、じゃあ何か仕事で相手にね、ポジティブなものを与えるとしますよね。でもそれは与えることによって取引が増えるとか、仕事のパイが増えるとか、そういう感じでギバーってのはやるわけなんですよ。例えばじゃあ100のものをお互い分けようと思った時に、テイカーは8割取ろうとするんですね。で、相手に2しか与えないと。で、マッチャーは半々にするんですよ。で、ギバーはどうするかっていうと、あ、じゃあ今回は、じゃあ6もらっていいよと。もうこれ読んでいいからと。でもその代わり、次の仕事でこんなことしないとかって提案をして、与えることによって、お互いまた先に得をするような環境を作ろうとするんですね。っていう風に、取り合うのではなく、この取り合うパイをより広げるにはどうすればいいかってことを考えて、必ずウィンウィンに持ち込むのが得するギバーなわけなんです。だから自己犠牲はしてないんですね。自己犠牲をしちゃうと続かなくなっちゃうんで。ところが、損するギバーは何かっていうと、常にウィン・ルーズの関係になってます。自己犠牲は払っちゃうんですよ。自分が損をして、相手にただ与えるだけ。こうなっちゃうんですね。そうすると、取り合うパイが増えるわけじゃないし、こういう風に自分からね、自己犠牲を払っちゃう人って、テイカーが寄ってくるんですよ。で、食い物にされちゃうんですね。これが人間関係で起きる搾取の正体だよっていうのが、このアダム・グラントさんの研究から言えることになるわけなんですよ。だから、皆さんが損しやすい、ね、自分が損をして人に与えちゃうって方は、その性格は悪い性格じゃないんです。一番成功する切符の片方を持ってるんで。でももう片方の鍵が必要なんですよ。これは自己犠牲をなくすことです。やっぱり自分が痛い思いをして犠牲にして人に尽くすのではなく、一緒にもっと得をするにはどうすればいいか考えようよと。で、それに乗ってきてくれる人に対しては多くを与えてあげるってことをしてあげると、より良い関係が作れると思いますので、ぜひ皆さんも得するギバーになるように注意してみてください。まあ、特にテイカーとね、仕事するとき気をつけた方がいいんで、この人間関係がギバー、テイカー、マッチャーの3つのタイプが人間にはいるってことを知っておくだけでもだいぶ人生変わると思いますので、ぜひ試してみてください。で、プラスアルファで皆さんにぜひ学んでもらいたいのは、秒で断る技術。ノーと言えるですね、やっぱり勇気がない人。もっと言うと、ノーと言えない人って言いますけど、あれね、勇気の問題じゃなくて技術の問題なんですよ。実はね、頼み事とか面倒なことって断っても、断り方がちゃんとしてれば相手からの印象って落ちないんですよ。で、これを知ってるだけで、テイカーとの、まあ、関係をバシッと切れるし、一番ね、楽しく、大事な人たちと過ごすための時間とか、労力とかをですね、ちゃんとこう担保できるようになりますので、で、このですね、断り方などもですね、僕のやっている知識のネットフィックスを目指して作ったサービス、Dラボの方では詳しく解説してますので、ぜひ、概要欄の方からDラボ登録してみてください。今日はですね、自己犠牲癖を直すための方法というのをテーマにしまして、やっていきたいと思います。はい、というわけなんですが、今回はですね、自己犠牲癖を直すための方法です。どうですか皆さん、結構無駄にこう、自己犠牲をしちゃって、自分ばっかりは良くって、
で、相手いいようにされた経験ってありませんか？今日はですね、それを防ぐための方法をご紹介します。今回の研究なんですけれども、いわゆる健常効果って言われてる、ちょっと面白い効果をご紹介します。これができるようになると何がいいかっていうと、大体皆さん割を食ってる、自己犠牲のせいでみんなに搾取されてるって思い込みがちなんですが、もちろん搾取してくる悪い奴はいます。で、そういう奴への対策ってのはまた別で、ほとんどの場合は、人間ってやっぱり弱くて他人に甘えたがっちゃうんですよ。だからちょうどこの動画を見てる皆さんはおそらく自己犠牲をしがちな人だと思うんですけど、みんなに甘えられちゃって頼られちゃって、結果自分が損してるんだけど相手にもあんまり悪気がないと。明らかに悪気があってきてたら切ればいいけど、悪気がない低くて甘えてくる人に、いやちょっと無理とか言うと問題が起きる可能性があるじゃないですか。じゃあ相手にやめてって言わない状態で、なんかその自己犠牲自分をしなくていいような風に、要するにお互いウィンウィンになるような関係を作るための方法っていうのが、2018年シカゴ大学を行った研究でわかるわけなんですね。はい。このシカゴ大学が行った研究がですね、何をしたかっていうと、高級なお菓子と安いお菓子ってのを相手に選ばせてあげると、で、どっちかを選んでいいですよってことをやるっていう実験なんですが、これね、実はどういう風にしたかっていうと、実験の参加者ですね、相手は高いお菓子を選びましたっていう風にペアを組んでやるんですけど、相手が高いお菓子を選べましたって言われた上で、自分がどっちのお菓子を取るかっていうのを決めたパターンと、相手はあなたに高いお菓子を譲りましたと、でどちらか取ってくださいっていう風にやった場合、この2つのパターンで比べたんですね。つまり自分の前にお菓子を選んだ人が自分のために譲っているのか譲ってないのかっていうことを、まあこう聞かされて、お菓子の選択が変わるのかってことを調べたんですよ。で、結果何が分かったかっていうと、相手はもう容赦なく高いお菓子を選んでますよという風に言われた場合は、7割の参加者っていうのは自分の欲求に忠実に高いお菓子を選ぶようになったんですよ。つまり遠慮しなくなったんですね。相手も遠慮してんだから俺も遠慮してしなくていいだろうっていう風に、まあ、当然のように思うわけですよ。ところが相手はあなたのために高いお菓子を譲りましたという風に伝えられた場合は、なんとこれを伝えられた被験者の6割の人たちが安いお菓子を取ったんですよ。そして、いやいや悪いから、この高いお菓子はその相手にね、譲りますよという風な決断をした上に、相手に対して好印象を抱いたんですよ。つまり、こちらが譲ってるんだよってことをちゃんと伝えてあげれば、相手も譲ってくれて結果的に、自分の方にいい選択肢が戻ってくる確率が6割あって、さらに印象も良くなるっていう、このダブルの効果が得られたわけなんですよ。この効果をですね、アブリケーションエフェクトって言って健常効果という風に言うんで、譲る効果という風に言われるんですね。で、これどういうことかっていうと、この相手に何かを譲るっていうことによって、譲った側は寛大な人間だと思われるだけじゃなくて、実際6割の確率で、いい選択肢の分け前というか、リターンが返ってくるんだよってことなんですよ。だから、その譲る人っていうのは、高いお菓子を諦めた上で、相手にいい印象を持たれた上で高いお菓子は食べれる確率が6割もあるわけだから、だから譲るのって大事ですよねと。じゃあなんで自己犠牲が生まれちゃうのかっていうと、自己犠牲をしてる皆さん、自分が譲ったってことを伝えたことありますか？目の前で、例えばどっちかの選択になった時に、あ、じゃあちょっとこっちの方が大変そうだから俺これやっとくよと。うん。だから楽な方というか簡単にできる方やって、その代わり俺が困った時助けてねみたいな感じじゃないけれども、そういう風に相手の前で譲ってるんだよ、自分は好きでやってるんじゃなくて本当はこれ辛いし嫌だし、なら例えば食べ物とかだったらこっちを選びたいんだけど、君にいい思いをしてほしいから俺は譲ってるんだよ、私は譲ってるんですよってことをちゃんと伝えた方がいいんですよ。そういう風にすることによってこの健常効果が発動して、相手も悪いなって思うようになって、結果的にですね、こっちにいい選択肢を譲ってくる可能性が増えるんだぞというお話なんですね。ぜひですね、皆さんも譲るときには必ず譲ってください。あとはもう一個心理学のティップスで使えるものとしては、相手からまあ頼み事をされちゃって自己犠牲しちゃってるって人は、頼み事をされた場合には自分も頼み事を仕返してください。これやってくれないかなと、あ、いいよやっとくやっとく、あ、じゃあ悪いんだけどさ、俺も今ちょっと仕事忙しいからさ、こっちお願いしていいっていう風に頼まれたときにお返しするんですよ。ちなみにこれ実際やってみるとわかるんですけど、相手から頼まれたことよりも大きい頼み事を返しても相手受けちゃうんですよ。なんでかっていうと、自分は頼み事してるのに相手の頼み事だけ聞かないっていうのって非常に気まずいので、まともな人間だったらこれ引き受けちゃうので、そうやって自分の仕事を軽くするっていうのもおすすめですね。で、あとはそれを引き受けてくれないようなダメな人だったらバシッと断った方がいいんです。それはでもやっぱり断ると人間関係が壊れるのが怖いとか不安だって方いらっしゃると思うんです。で、今日はですね、科学的な、観点からですね、面倒な頼みをですね、秒で断るためのテクニックってのを、実は D ラボから見れるようになってます。ぜひ概要欄の方から、D ラボ登録していただいて、皆さんのね、人生に科学的な解決を、取り入れてみてください。